Peggy 18. はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。アサシンクリードバルハラの攻略解説動画を続けていきたいと思います。本日の内容はこちら。 AC バルハラ、もうすぐ追加の新装備に新スキルなどを紹介ということでね、今日もまた新しい新装備紹介していきたいと思うんですけれども、あとはね、まあ、リーク情報なんですけれども、基本全部プログラム内には入っているということなので、まあ、ルーモアじゃなくて確実に入っているということですね。いつかやってくるであろう装備ということになっております。よかったらね、参考にしてみてください。で、今回の装備パックは海賊をちょっと題材にしたみたいな感じみたいですね。まあ、とりあえず動画の概要なんですけれども、神秘の装備セットって私訳してるんで、ミスティカルセットみたいな感じ、ミスティカルアーマーとかなんかそういう感じなんだけれども、まあ、神秘の装備セットと訳してますけれどもね、名前は日本語になると変わると思うんですけれども、とりあえずそれを紹介して、で次に新しいスキル、これも見つかっているので新しいスキル3種類紹介して、でもう一つヨードダガーかな、ちょっとわかんない、発音が全くわかんないんだけど、海外の人もね、発音がわかんないって言ってて、ただジョーダガーというのがリークしてて、それもね最後に紹介したいなと思います。あとはこのジョーダガーがもしかしたら新しい、なんていうのかな、装備クラス、釜っていうのの装備なんじゃないかということも話に出てるんでね、その辺のことを紹介できたらなと思います。でまず神秘の装備セット、これを紹介したいんですけれども、まず武器で短剣と大盾、これが一緒についてくるみたいですね。で見た目はエインヘリアルの色違いという感じと思っていいと思います。で性能は毒に特化した感じですね。鎧が全部揃ってると、毒状態の敵に連続10ヒット当てると、連続って書いてあるから、あのミスったらダメなのかな、それとも外してもいいから、とにかく10回ヒット短時間の間に当てると毒斬りが発生するとか、そういうことだと思うんだけれども、とにかく連続10ヒットで毒斬りが発生するということみたいです。でもう5個全部揃ってると毒付与で合ってると思うので、毒ビルドって書いて、ポイズンビルドって書いてあるんだけど、毒を付与する能力だよね、多分毒をつける確率というか、ちょっと分かんないんだけど、多分そんな感じ。とにかく毒付与と毒の攻撃力がアップするということみたいです。どれくらいアップするかはちょっとあの性能表を出してくれてないから分かんないんだけれども、もしかしたら性能表がバグってね、表示バグが起こってたのかもしれないけれどもね、まあ、とにかく毒特化という感じの鎧ですね。毒斬りでも使う人どうなのかな、毒、私は毒斬りで敵が全く見えなくなっちゃうんで、ロックしていればいいけど、でも敵がどういう攻撃を今してこようとしてるかがちょっと見にくくなるから、毒斬りはねあんまり使わない人なんだけど、まあでも楽しいけどね、毒は楽しい毒を使った装備は楽しいですけど、ドラウグルとかかっこいいしね、ドラウグル装備でそのメデューサの盾で、ゴルゴンの盾でなんかいろいろやって遊んだりしたことあるんだけど、そうだね、まあそれと合わせて使えるとか、もしくはそんな感じの装備という感じだよね。でこれが短剣なんですけれども、ヨーズブレードだと思うんだけど、ちょっとね発音が割れてますね海外のネイティブの人でも割れてるから、やっぱアサシンクリードの発英語の発音って難しいんだよねきっと。でこれは性能は、武器が毒をまとっていると毒のダメージが増加すると、10秒間プラス10されるということで、まあ、短剣としては毒、これが一番使いやすいんじゃないかな、これはかなり実用的なんじゃないかなと思うし、あとかっこいいよね、キラキラしててすごいかっこいい探検だなと思って、これとあれだよね、あのラグナルの剣、この2つの探検で二刀流みたいのがいいのかなと思うけど、ラグナル探検もでも毒斬り確か出すんじゃなかったかな、ちょっと忘れちゃったんだけど、あんま使ってないだあのなんだっけ、ドレングルを全員倒しちゃうともったいないからと思って、あの一度別のセーブデータでラグナルの剣取って以来、私ドレングル取ってないやつでいつも遊んでるから、時々でドレングルとこ行って戦って遊んだりしてるから、ちょっとねラグナルの剣あんま使ってないか分かんないですけどね、だ毒斬り出しまくる装備が作れるんじゃないかなと思ってるんだけど、まあビルドが作れるんじゃないかなと思って楽しみなんだけど、でこちらが盾で、ナチュラルイージスっていいんだと思うんだ、イージスの盾とかのエイジスかな、エイジスってみんな読んでるからナチュラ、自然のエイジスなんだけど大盾ということみたいですね。でこれは攻撃をガードすると毒付与が、またポイズンビルドが増加して10秒間プラス10されると
いうことなので、敵に毒を与えるか、武器が毒をまとう確率なのかな、ちょっと分かんない、ポイズンビルドがどう訳せばいいのか、日本語で分かんない、訳されているのかちょっと分かんないんだけれども、ただ盾はね、かっこいいですね、ピカピカ光ってる感じで、なんか、ヘビかな、ヘビとなんかキラキラした感じの大盾なんで、でポイズンビルドがアップするってことで、まあ、毒ビルドを作る場合は使えるんじゃないかなと思うんだけれども、まあ、これよりは毒斬りを出すラグナルの剣で二刀流にしちゃうっていうのもありかもね。短剣二刀流強いからね、やっぱり攻撃回数もいいし、ただ見た目は何にでももう変更できますからね、見た目はもう関係ないからって感じで、ただこの盾と短剣は見た目で持ってるといいかなとは思うんだけれども、見た目変更したいなという時にね、探検をだからこの辺にすればいいんでね、好きな探検をこのヨードのヨルドの盾剣か探検に変えればいいんでねドラウグルのなんかとかもね、だからで見た目はさっきも言ったんだけど、エインヘリアルにかなり似てますね、というか色違い本当にマスクだけこんな感じで、あの骸骨のパイレーツ風の帽子な、毛皮の帽子なんだけど、そんな感じになってますね。だ、マスクだけ欲しいかなみたいなでも鎧の性能かな、性能は欲しいよねって思ったけど、これから先見た目が変更自由にできるようになったから、あれだよね、性能自体はいろいろあるけど、これから出てくる DLC は見た目以外全くね一緒でもいいのかなとか思うんだけど、ただ街灯はあれだね、ちょっとかっこよくなってるから、インヘリアル、インヘリアル赤で、赤が主体かどうかって話だよね。でよく全部セットを装備揃えるとこんな感じということで、まあ、骸骨のマスクでね、街灯フードを被るとかっこいいよね。やっぱ探検かっこいいなと思うんだよね、探検がいいなと思って、これのあれは欲しいですね。で他にも馬とか、まあ馬はこんな感じきらびやかな感じなんだけど、海賊なのか分かんないけど、かわいいよね、でも春っぽい、春っぽくていいって思うんだけどこれ乗って戦うのって感じなんだけど、あれだよね、これ乗って最近流行りの隕石だよね、隕石探しにさ、これあれに乗って出てたら面白いかもね。で鳥が可愛くて、やっぱ海賊だからオウムパロットなのかなって感じで、これ足がモコモコして可愛いよねパロットがねついてくるということみたいです。これ私買うわもう全部買ってんだけど、結局全部買ってんだけどね、パロットかっこいいなと思って、うん、まあ、あとはもちろんねタトゥーとかもついてくるということで、で海賊船に近いということで、海外のそのファンの間では、もしかしてあの海賊のバトル、船バトルみたいのがあるのかなとか、もしかして追加されんじゃないとか期待してるんだけど、それはないだろうみたいな人たちもいるんだけど、さすがにそれは期待しすぎだろうみたいなね感じなんですけれどもね。で次に新しいスキル、これももうリークしてたので、それを紹介したいなと思います。で一つ目が馬上ヒアで訳しちゃったけど、まあ騎乗ヒアでもいいんだけどね、とにかく馬の上でヒアが使えるようになるということみたいです。だから騎兵バトルみたいのあるのみたいな感じだけど、馬に乗ってこう戦い続ける意味はどれだけあるんだみたいな感じなんだけど、で今このスキルなくしでも、馬に乗ってその松明に弓矢を当てるとヒアになるみたいなんですよね。私あんまやったことないんだけど、でそれで撃てばヒアになるけど、まあ、このスキルを使うと多分スタミナが続いてる間は連続してヒアが撃てるじゃないけど、なんかそういうことなのかなみたいな感じなんですけどね。だからやっぱ馬の上でのバトルとかあるのかな、これから先あるのかなとかちょっと思うんだけど、それはそれで面白いよね、騎兵対騎兵バトルみたいななんかそういうのあったら面白いなと思うんだけど、でヒアのスキルでね攻撃力追加とか、リバーレイドの時は船でのなんかバトルみたいなのとか、船が襲われるみたいなあってスキルでね盾で防ぐとか船のスピードを上げるとかあったから、この馬に乗ってヒアを撃てるっていうのに関わったなんか戦闘イベントみたいのがあるのかなとかちょっと期待できるんだけれども、まあ、どうなるのかなって感じですよね。まあこのダウンロードとかアップデートスキル新武器とかが追加されるのはおそらく4月の末に来るドルイドの怒り、あれに合わせてバッて入ってくるんじゃないかとは言われてますけどね。で2つ目のスキルが突撃ダッシュって私勝手に訳しちゃったんだけど、まあ、名前の通りあのダッシュして敵に当たると
当たった敵とかかすった敵がみんなよろめくみたいな、だから自分はダッシュをやめる必要がないみたいな感じ、ダッシュが止まらないみたいな感じだと思うんだけど、だこれでなんか盾を持った敵にただダッシュしてって当たるだけでその盾持ちがよろめいて、その間にこの、ね、新しい探検とかそれこそまあ素早いなんか攻撃を繰り出して、盾持ちのやつに対してその今多分なんだっけあのスキル使って盾剥がしてると思うんだけど、あれをああいうの使わないでただ走るだけでいいと、走ってタックルするだけでいいということになるのかなと思って、スライディングも今あるよね、あのアサシンスライドシューって言ってわーってなるやつ、あれも使えるからね、まあ、戦闘がねなかなか面白いなと思うんだけど、あと最近ねさっきも言ったんだけど隕石がねアップデート後結構落ちてくるっていう話があるので、でどうもね完全ランダム要素らしくって、でこの隕石落ちてきたら何度も何度も拾えるらしいんですよ。でタングステンとニッケルとなんかいろんなの素材でちょっとしたレア素材が全部結構な数もらえるみたいなんで、だから隕石見つけたら取ってその離れてまた戻ってって繰り返してください、ぜひ。そうすると一気にねもう無限にもらえるみたいな、なんかそんな技がね発表されてたんで、まあ修正入る前にもし隕石、そもそも隕石を見つけるのがすごい難しいんだけど、まあ隕石に関してはね今度ねなんかやろうかなと思ってるんですね、その時紹介しようかなと思うんですけども、で3つ目のスキル、これはねいまいちだなってみんな言ってるんだけど、反射矢弾きって私は訳しちゃったけど、背後から矢が飛んできても盾を構えるかなんかしてれば自動で振り向いてそこをガードするというスキルみたいなんだよね。ちょっとよくわかんないんだけどこれなんかいるのかなみたいな感じなんだけど、矢に関してはさだってねガードボタン押せば掴んで打ち返すじゃんみたいな、カウンターができるから、あれ100発100中でめちゃくちゃ強いし、まあでも見てない方向から飛んできた時に矢を防げるっていうことでいいのかな、だから鉄壁の防御になるってことだと思うんだけどね、どうなんだろうねって感じで、まあ、とにかくねこの3つのスキルは追加される予定と、多分ドルイドの怒りのねダウンロードコンテンツと一緒に入ってくるんじゃないかなと思われます。で最後にジョーダガーっていうのがあるんだけど、これあれだよね3姉妹が持ってた剣に近いんだけど、これもね武器新武器としてあるらしいんですね。でこれはドルイドの武器なんですけども、ドルイドの武器でもうあのプログラムをチェックした解析した人から新武器のカテゴリーで鎌アイスクルっていうのが追加されるであろうとは言われてるんですよ。であろうねまだ確定じゃないんだけど、片手剣が追加されるのはもう確定で開発者の人が言ってたんだけど、アイスクルが追加されるかどうか誰も確定情報はないんだけれども、ただプログラム上にアイスクルという武器が追加されるというのはもう見つかってるんですね。でこれもドルイドの、ね、武器でドルイドがもう持ってるんだよねカバーを常に、これが追加されるだろうと言ってるんだけど、でこの武器も見つかってて、これはアイスクルなんじゃないかと、探検っていうよりは片手剣っていうよりはアイスクルなんじゃないかなみたいにみんなに言われてるんだけど、わかんない、これで片手剣なのかもしれないんだけど、まあ、とりあえずねこんな感じの新装備と新スキルということになっております。おそらく4月の29日のドルイドの怒りの新マップと一緒にね入ってくる要素なんじゃないかなって言われてるんだけど、もしかしたら4月の前半、まあ、もう中盤ぐらいに入るのかもしれないけれども、でも中盤に入ってまたドルイドの怒り入れてってなるとね、あのアップデートシステムが大きく変わるのが2つも入るとバグの修正とか大変になるだろうから、まあ4月の29日にまとめてドルイドの怒りと一緒にドドンって入れるんじゃないかなという感じですよね。まあ皆さんはどう思いますか？なかなかねアサシンクリードもう終わりかなみたいな雰囲気はあるんだけれども、アップデートの方はねまだまだこれからだぞみたいな勢いで用意されているのでね、ぜひねこれからも楽しみにしていきたいなと思います。まあよかったらねコメント欄でいろいろ意見ね聞かせてください。それでは今日この辺で失礼したいと思います。また何かね新しいニュースとかありましたらお知らせしていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録の方とかもよろしくお願いいたします。それではラビットでした。皆様の良きバイキングライフをお祈りしています。おいじゃ、またね。